じゃあ今日はどうしようか。氷、ここ氷じゃなかったよね。氷こっちだよね。冬だから氷を稼がせよう。ここだ。それでは行ってきます。ちょっと金太は色行ってくるよ。行ってきゃー。まあ明日完成なんで、明日まで特にすることはないので、この辺かな。 100% にしに行こう。医薬の元は置いといて、あと夜間ばっかなんだよ今。真昼だからね。真昼どころかまだ朝だから、ね、置物破壊が遠い。衝突で敵を倒す。敵の攻撃を弾く。夜間多いな。まあ敵討伐するだけでよし。行くぞ。即分かんない。ちょっとあるある。とりあえず討伐とシジミオに弾跳ね返すと攻撃いいんだけど、強い。鮭は害悪。はっきり分かんだね。楽勝だな。私も強くなったものだ。よし、弾オッケー。あ、敵が走る。普通にここクリアする頃には終わりそう。コマも強いな。コマ後ろに飛ぶんだね。敵が大量に来たら使うのはいいんだけど。お、終わった終わった。おしまい。けあ、わさび。シースーにはわさび。ということで 100%。 100%。 術あと3尾。術って何さ。術属性っぽい必殺技。あ、旋風術にならんかな。もらった。落ち葉。必殺。ほら術。オッケーです。 100%。夜間と66。夜間昼部殺しとくためです。ボス素材が必要になる可能性も高いんで。久しぶりです。こっちじゃ。強くなったもんだな。もう終わったわ。いやー、じゃあ夜間に 100% 清水入手。清水ちょうだい。わさびわさび、きのこきのこ。あの上ありそうだ。
ポリー清水ポポリお翡翠に鉄鋼石この上はさすがに無理かありそうだけどねえ二段ジャンプとかできるようになるのかな乗れる場所ないし氷のエフェクトはダメか清水はダメのようだなということで夜まだ食事残ってねえけど大丈夫じゃないこんだけ強くなってたらおーいっすこんばんはすっぽんじゃほらすっぽん取りに来たぞよえ強いあ、肉まりの雫こいつかこれから毎日すっぽんを食おうぜさすがに今晩はもういないかな昼もういないよまあそうだよねと清水夜間系夜間の敵倒せ系自分がどれだけ強いか1ですねこれ単純に数こなすだけだね単純に敵が硬いのがやっぱ硬いんだよ食事も切れてるあと油も消費しちゃうからねあんま美味しくはないなまあしょうがないけどおー三熊でもやっぱ夜の方が素材がいいねはうまし。でもこれ敵倒すだけなら開始のところとあれで15匹ぐらいしか増えないのか。2つしてる。ここだけ倒した方が楽なんだ奥行くのが でもね、飽きたんで次の場所行こうだいたい終わってきたね。と、さあ、40秒以内夜間、やれるやれる。夜間に40秒以内にぶっ倒すぞ。行くぞー。うわ、強っ強っ。え、ちょ。お前強いやないか。どこを見ておれ。そこ。どこを見ておれ。これなりに強いな。どこを見ておれ。でも所詮それなりだな。そこ。いけなかない。スズメの方がうざ。
40秒はでも確かに。あ、いけたわ。ヒヤドリのマナゴだって、普通のイノシシの方が強かったかもしれない。いやー、30、強さだけチェックかな。どうも。別にそこまで強くはない。独自なしでも十分勝てるレベルだ。ただ数が多い。まあ、マナコもどっかで手に入れないとダメだ。どっかで夜間のこいつは倒さなきゃいけないんだ。まあここだけ倒してもらって逃げ帰ろ。どこを見ておれ。落ちよ。帰ろ。今ので何匹ぐらい？11匹。ただまただま。氷5、ワカサギ3、コインに竹、鉄鉱石、そして落ち葉。まあ明日は家が完成して田起こし始めて、まあ夜からはさすがにしないよ。飯食って寝ようぜ。水だけにする。何か食べるますか。やっぱ玄米だね。玄米異常に効果いいね。これはどっか大事な戦いに行くとき用に玄米残しといた方がいいな。たった3でこのパラメータアップはやばい。白米がね、全然パラメーター上がらないんだよな。お米食べろ、いや玄米食べろが正解か。玄米強い。冷え、今日は冷えで我慢じゃ。で、何か作るですか。昆布、油が入ってきた。酢、餅。米はいいねで売れるんだけどね。仕方ないね。しじみの寿司、あのでっけいしじみか。玄米5はダメだね。だからしょっぱだから米、白米ばっかしてたけど、それ実は間違いだったのかもしれないね。わさび漬け、口かみ漬け、わさび漬けをでも薬種使いたくないな。結構どんな酒でもいい。ドブロクかもな。まあまあこんなもんかな。あ、イベントが。おお、刀。ついにできた。おいらの刀。大丈夫、闇落ちしない。最高の刀だ。はあ、投げ刀。刀鍛冶になりました。この日のために毎日毎日土ば振って熱い鉄叩いてやっと作り上げたんだ。金太、ご飯だど。飯屋で。今行くっちゃ。あ、これ奪われそうじゃない？あ、まだ見られると面倒だ。
塚や狭山で全部作ってから自慢すっぺ。カサ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 。うわあ！呪いが。いただきます。いただきます。猫だ。